肺水種とは、肺の実質に水分が染み出して溜まった状態を言う。溜まった水分により呼吸が障害され、呼吸不全に陥る。肺には、ガス交換のための毛細血管が無数に走っている。毛細血管にはもともと小さな穴が開いており、血液中の水分が血管外に染み出して干流することにより、周囲の細胞に酸素や栄養分を補給し、 老廃物を回収している。正常な状態では染み出す量と戻る量は釣り合っているが、何らかの原因でバランスが崩れて染み出す量が上回ると、細胞の周りは水浸しになり、やがて肺胞や気管支に水が溜まっていく。この状態が排水種である。排水種になるメカニズムには主に心臓疾患を原因とする内因性と外傷等を原因とする外因性がある。 内因性には3つの原因が考えられる。血管内圧の上昇血症硬出浸透圧の低下血管透過性の更新外因性には有毒ガスの吸入や感電、重症外傷が多い。窒息剤、微乱剤などの化学兵器による物感電、重症外傷による心不全、肺の毛細血管の損傷による物薬物、覚醒剤の加熱吸引、リン化水素の吸引、 サイヤザイド経理尿薬による、急性アレルギーによるモノ鉱山などの、低気圧環境によるモノ水難事故などによる、溺水原因疾患の治療とともに、肺に溜まった水を引く治療が必要である。ありがとうございます。